慶州で劉備を打ち破った趙遷たちだったが、続けて曹操軍の精鋭が呂布と趙遷たちめがけて攻めてきた。仮の宿としていた可否は間もなく曹操の手に落ち、本拠地を得て体制を立て直す必要がある。そう考えた趙遷は陳宮の提案を受け、漢中の地を得るべく西へと向かう。なおも迫り来る魏軍を背にしつつ、趙遷は漢中を守る劉璋の軍と対峙した。挑戦、追っては俺が叩き潰す。お前は曹操の軍とは戦えんのだろう。ならば俺が戦う。俺がお前の背中を守ってやる。心配はいらん。俺に勝てる奴などいない。追っ手を振り切り、皆を休ませねば。そうなるとあの城しかありませんな。漢中を無意に支配する者らを追い払い、あの城に立てこもるのが良策かと。かかってこい、雑魚ども。挑戦を追うことは俺が許さん。敵将撃ち取りました。まずは城へ向かいましょう。宝仙様、はい、この運を。呂布の軍がこちらに向かっているだと、はい、ならず者め、この城は渡さんぞ。この拠点は私が占拠しました。乱世を鎮めるため飛行を打たねばならぬ。そう思考参る。はい、て、雑魚が増えた。敵将撃ち取りました。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。お前ら行くぞ。敵を残らず叩いてやる。わしが相手だ。この首もらい受けるぞ。はい、敵将撃ち取りました。すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。はい、見苦しく逃げ落ちるなどおやめなさい。せめて私が美しく撃って差し上げましょう。わけもわからんのまで来た。こちらめ、どれだけの兵を動かしたのだ。敵将撃ち取りました。この拠点は私が占拠しました。おお、見事な武だ。よし、我らも遅れを取ってはおれんぞ。敵将撃ち取りました。敵将撃ち取りました。行くぞ。我ら戦場をかける旋風とならん。俺たちの城、獣の群れなど踏み入れさせん。撃て、片っ端から射抜いてやるのだ。
人で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。敵将撃ち取りました。いざこの超信頼と華麗なる勝負を。私には不要。またお会いしましょう。敵将撃ち取りました。敵将撃ち取りました。敵将撃ち取りました。おお、気合が入っているな。あれらも続くぞ。獣め、暴れて逃げるしか能がないか。ならばこの私がしつけてやる。えい、まだ出てくるのか。鬱陶しい。敵将撃ち取りました。すっげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。行くぞ。我ら戦場を駆ける前風とならん。興味深い。その色かと魅惑で、あの獣を飼いならすか。さあ、どうでしょう。あなたにも私の舞をご覧いただきましょう。ままならぬものよ。敵将撃ち取りました。敵将撃ち取りました。けだものの相手などうんざりですわ。敵将撃ち取りました。我々も奮起するぞ。者ども耐えよ。ここが正念場だ。援軍とは助かる。
お前には借りができたな。私の知略に勝てるとお思いか。敵将打ち取りました。この拠点は私が占拠しました。よし、全員城に入れ。長さん、疲れた。これで少し休めるぞ。私の使命必ず果たします。やれやれ、ずいぶん都から離れましたが、ようやく一息つけますな。さて、どうされますかな。我々の行く先は呂布殿を動かせるあなた様次第かと。そのようなおっしゃりよ。私はただ何としてもお父様のご恩に報いたいだけなのです。なるほど、結構ですな。ぜひとも本懐を遂げられますよ。しかし、あのお方の本懐は何でありましょうな。宝泉様の願い。